ありがとうございます。花です。今回のテーマはスタイリッシュな存在感ある植物でおしゃれ度アップと開花中の草花紹介、計6種類になります。5月頃からは花苗の方を少しずつ購入しまして、植え付け植え替えの方を行ってまいりました。可愛い花や明るい葉のものを中心に何種類か購入したんですが、何か物足りなさを感じてまして、まずは植え付けた花苗の方を簡単にご紹介します。最初はカラーリーフとグランドカバーの方を購入しました。さらに可愛さと華やかさをアップするためにこちらの花苗を購入しました。これらは丸印四角の箇所に植え付けました。その詳細につきましては別動画でアップしておりますので、概要欄の方に URL の方を貼り付けておきます。ナチュラルな庭から今年はもう少しインパクトのある庭にしたいなという思いから、この場所にアクセントとしてある植物を入れることにしました。それがこちらの植物になります。コルジリーネサウザンスプレンダーです。ピンク色で扇形に広がるので存在感も抜群です。そして常緑多年草です。このラベルにも書いてありますように、管理が簡単のようなので初心者の方でも育てやすいと思います。また他コルジリネとは違って根元からたくさんの葉が出るので密度の高い株になるそうです。我が家の庭にも園芸店でよく見かけますコルジリネをこの場所に最近植えました。小さいこともありますが落ち着きある色合いなのであまり目立ちません。こうして比較しますとこちらの葉の色はやはり目を引きます。それではこちらをどこに植えるかといいますと、ここに植え付けたいと思います。遠くから見ますとこの辺りというのがよく分かっていただけるかと思います。この位置は向かって右側にプリペットレモンライムがあるので、その根が張ってまして、ちょっと掘るのに苦労しましたが無事完了です。木の大きさを抑える芯止めが有効らしいので、ベストの高さになりましたらその芯止めをしてみたいと思います。葉が密集していないので後方の草花もよく見えるというのが選んだ理由の一つになっております。先ほど紹介しました赤のコルジリネよりも成長が遅いらしいです。道路側の後ろ側に回ってスロープ側からもこの植物の方確認したいと思います。たった一つの植物で少しだけトロピカルな感じになったかと思います。いかがでしょうか。続いて開花状況になります。まずは南側の庭の方ですが、こちらです。チェリーセージのホットリップスがこの隠れた場所で満開を迎えております。一本の茎にいくつかの花をつけるのが特徴ですが、紹介します茎にはたくさんの花がつきました。上から1段2段全部で7段ぐらいある感じがします。横から見ていただくといかに茎の方も長いかがよく分かっていただけるかと思います。この場所はちょうどリビングから真正面に見えるところなんですが、紫のウエストリンギアが咲く期間が長く、赤と紫のコントラストが大変綺麗です。南側の庭でもう一つ満開を迎えているものがあります。それはこちらになりまして、ラベンダーのストエカスです。ただ今年は花が去年の半分ぐらいしか咲きませんでした。葉に白い斑点ができ病気になったのも一
つの原因だったかもしれません。それでも鼻の濃い紫色とウサギの耳がついたような花の姿は庭を華やかにしてくれています。また去年しっかり剪定したことで木質化している茎も細く近づいても柔らかい印象です。道路側のデンターター系のラベンダーは華やかではありませんが、咲いている期間は長く次から次へとつぼみができています。この元気なラベンダーから挿し穂を作り、植え付けたのが南側で開花中です。こちらがその南側に植え付けたラベンダーになりますが、とても花も小さいです。大きさが随分違うのが分かっていただけるかと思います。これから成長が待ち遠しい一つになります。ビオラですが、今年はまだまだ元気です。もう枯れる時期と思ってクリーピングタイムを隙間に植え付けたんですが、本当に元気すぎます。そのためビオラを一回り小さくしてクリーピングタイムが成長しやすくはしたんですが、ただビオラが35度以上で咲いているお宅もあると知り、ビオラの処分時期に今後悩みそうです。ちなみにこの苗は去年購入するときに長持ちきれいというラベルがついていたものになります。それでこれだけ花がきれいなのかもしれません。最後になりますが、ウエストルンギアの斑入りです。目立たない白い花ですが、数が増えてきました。最後までご視聴ありがとうございました。花でした。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。